アニー・リー・ボビッツはアメリカ合衆国の写真家。コネチカット州ウォーターバリー出身。父親はルーマニア系ユダヤ人の空軍大佐。母親はエストニア系ユダヤ人のモダンダンスの教師。サンフランシスコアートインスティチュートで絵画を学びながらローリングストーン市で働く。1973年にローリングストーン市のチーフカメラマンとなり、1975年に ザ・ローリング・ストーンズのツアー撮影を手掛け、一躍有名になる。1980年に、ジョン・レノンと、妻、小野洋子の写真を撮影。この数時間後にジョンは暗殺され、写真は、ローリング・ストーン氏のジョン・レノン追悼号の表紙となった。1983年にバニティフェア氏に遺跡。1991年に、デミムーアの妊婦姿のヌードが表紙を飾り、論争となる。 1998年に防具市に移籍、ファッション関連の仕事も始める。私生活では、1989年にエッセイストのスーザン・ソンタグと出会い、スーザンの亡くなる2004年まで親密な関係にあった。3人の子供がいる。2001年10月、52歳でサラ・キャメロン・ディー・ベビッツを出産。2005年5月に生まれた双子は代理母の出産である。 ありがとうございます。